初公のジャスカルでーす。地元三重で指名スポットということで、よろしくお願いします。久々なんでちょっと恐怖心もあるんですけど、頑張りたいと思います。それでは地元三重に頑張るぞーい。はい、どうもこんにちは、グミネコムラです。はい、ということでですね、今回は、廃墟心霊スポット探索ツアーということで、三重県のとある心霊スポットに向かっております。でね、今、向かってる真っ最中なんですが、今回は、メンバー久々の参加ということで、ラスカル君、今ね、ちょっと車で運転してもらってるんですが、久々のね参加でラスカル君が参加しています。でね、あとね、今ちょっとこの、ナンバー映ってまんが大丈夫か、前にねちょうど八重桜さんとトシ君の2人がね前で、車で移動中なんですが、今ね22で分かれてちょっとね車で移動中ということで、でここでちょっとね、前の2人にちょっと連絡を取ってみたいと思います。ではメンバー紹介です。トシ君、トシ君どうぞ。はい、もしもし、どうぞ。トシ君、自己紹介お願いします。トシ君です。ニャーニャー。オッケー。どうですか。うん、多分大丈夫。はい、ヤイさんどうぞ。あれ？かわいいかわいい、超かわいい、トシ君です。よろしくピン。はい、ということでね、トシ君です。はい、では、ヤイさんなんか一言どうぞ。ヤイさんです。はい、それで OK です。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、こんな感じでね、今回またねグダグダ探索ということで、今回はね、心霊スポットが3軒ということで、ね、またちょっと気合い入れて、行きたいと思います。でね、またね今回もねちょっとね、これ何だろう、三重県最強のスポットなのかな、
あそこ海岸は。海岸そう。ある意味最強やな。最強スポットやな。うん。ということで、三重県最強の心霊スポットということでね。ただいま、そちらに向かってる最中なんですが、そこまで行く途中にね、一軒ちょっと寄って、で、その本命のスポットに行っての最後帰りにまた、一軒寄る予定ということでね、ちょっと聞いてるんですがね。今回はどうなることやら。で、またちょっとね、いろいろと検証もしていきたいと思ってるんでね、またその辺も楽しみにしててください。でね、うん、今日は特に何にも大して喋ることないねんけどな。天気はまあまあかな。お、なんか連絡が入った。はい、どうぞ。ちょっとね、いろんなのを押してナビが一回消えたから、止まれそうなところで一回止まって設定し直します。はい、了解です。はい、ということで、なんかね、ちょっと事件が発生したみたいで、ちょっとナビが消えてしまったということで、ちょっと途中で、停車ということで、聞いております。何があってんやろな。なんかこれはちょっと波乱の幕開けの予感が。で、まあ今回はね、ラスカル君が久々の参戦ということでね、なんか一言お願いします。はい、久しぶりの探索なんで楽しみにしてきました。何か面白いことが起こると期待しております。はい、よろしくお願いします。はい、あんま映ってんけど暗すぎて映ってんけどまあこんな感じでね、ラスカル君も今回は参戦ということで、まあとりあえずね、まだここから多分しばらく時間かかると思うんでね、この辺でとりあえず一旦撮影は止めて、次は現地で。どうぞ。はい、了解です、どうぞ。ということでね、続きは現地に到着してからまたカメラを回せたら回していきたいと思います。それではまた後ほど、さよなら。なんかいきなり入った。はい、了解です。はい、とのことです。今ね、真夜中なんですけどね。まあということでね、ちょっとさっきちょっと、締めようと思ったらちょっと急遽無線が入ってきたんですが、まあとりあえずね、また現地で、カメラを回そうと思ってるんで、また後ほど、あちゃあかなんかグダグダよ今回。途中でね、ちょっと連絡入ってまたちょっと締めが失敗して、しかもグダグダっていうね。まあとりあえず、また現地に着いたら、撮影を再開したいと思うんで、今回というかまた後ほど。はい、ではさよなら。